それでは皆様改めましておはようございます。本日はようこそお越しくださいました。またこの度は諸社さんロープウェイのご利用誠にありがとうございます。これより進行方向正面高さは371メートルの諸社山に、ロペは片道約4分で登ってまいります。山の上には天台宗の木のお寺諸社山円行寺がございます。開かれましたのは聖空上人様、1000年以上も前の話でございます。たくさんの建物がございますので、今からその見どころを紹介しておきたいと思います。まずロペが山の上に来ましてから1キロほど先、歩いて15分ほどでマニネンというところに着きます。この間は有料ではございますが、円行寺さん運行のマイクロバスも通じております。有料のバスにご乗車いただくか、15分1キロほど歩かれるかということになります。ここは西国33観音霊場一番西端の27番の札所ですので、御朱印ですとかお井鶴、お軸、そういった西国関係の受付は全てマニレンで行っております。そこから5分ほど歩いて先、ここから先はもう歩いてしかございません。バスはもうね乗っておりませんので、5分ほど歩いて先に2つ目の見どころ、三つお堂がある三つの堂というところに出ます。こちらは俳優映画ラストサムライや天地名刹、 NHK 大河ドラマの武蔵、軍師、官兵衛、また大泉洋さん主演の駆け込み女と駆け出し男などの撮影が行われた場所です。三つお堂がありますうちの真ん中、食堂と書いて食堂、ここだけ中に入ってご覧いただくことができます。写経の受付も行っております。ではそろそろ右側下に夢崎川の流れご覧いただきつつ、ここで少し揺れますのでお気をつけください。ロープの角度が変わります。ではここを越えますと、もう間もなく三条の駅に到着となります。手前のマニレンだけでお帰りいただきますと1時間前後、撮影場所のそのもう一つ奥、三つお堂がある三つの堂も合わせて全部ご覧いただきますと1時間30分前後の所要時間です。今度三条発下りのロペ発車時刻も毎時0分、15分、30分、45分の15分間隔に出ております。そして往復の切符を買われましたお客様、帰りの券がそのまままだついてますので、帰りロペご乗車の際に三条係にお渡しください。それまで各自でお持ち願います。私は立てるがの